キジコ屋駅は、福島県山郡稲城町若宮にあった、万代急行電鉄の駅である。万代急行電鉄の廃線に伴い1969年3月27日に廃駅となった。開業時からの駅の一つであった。交換設備を有していたが、晩年は交換設備が施錠され、無人化された。駅名表には、キジコ屋と表記されていた。廃止時点で、 一線を有する地上駅であった。プラットフォームは存在せず、乗客は地面から直接乗降した。かつては二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の急下り線は交換設備運用廃止後も側線として残存していたが、片開き分岐の点鉄機は作上され、作上と記載された立て札が立てられていた。 その他本線の沼尻方から、校内外側に分岐する、行き止まりの側線を一線有した。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の北側に位置していた。駅舎とは、別棟でトイレ棟を有した。荷物取り扱い時は、新炭や木材などの産出量が群を抜いて多かった。三川の駅から東駅に至る区間の嘘をとした。 林を抜け、平地が開けたところに位置した。高原といった風情が漂う雰囲気であった。当駅から沼尻駅の区間は、人家の全くない原野で40パーミルの勾配となっていた。1996年時点では、駅跡は消滅していた。1999年時点では、国道115号線沿いのドライブインの前に、駅跡が確認できた。その後、 2007年5月時点では、駅跡地に懐かしの沼尻軽便鉄道を訪ねてと記載され、駅の説明文と現役時代の写真がついた駅名標を模した案内板が建てられていた。2010年4月時点でも同様で、駅舎のあった位置には赤い屋根の建物が建築されていた。当駅跡付近から沼尻方の線路跡は、1996年時点では、 水田や雑木林の間に未舗装の道路として残存していた。沢に架か,かるコンクリート橋も再利用されていた。農道に転用されており、2007年5月時点、2010年4月時点でも同様であった。ありがとうございます。